なんだかすごい解釈だね。無理に理由を作ってるようにも聞こえるけど。ほっといてくれ。ちなみに俺も驚いてるところさ。何を？日向が想定以上にシスコンだったことに。どうした？脳波に異常が出てるぞ。頭が痛いんじゃないのか？ほっといてくれ。妙だな。そうだね。これだけ探しても無月どころかエニルの足跡さえヒットしないなんて。それもあるのだが、まあそっちは俺の襲撃から逃れるためにドブを抹消して地下に潜ったんだろうな。一般のネットから切り離された。つまり独立した専用回線のネットワークのエリアに逃げられたら簡単には手出しができない。そんなところが？政府の重要施設とか軍事システムとかそういうのは独立してるのが普通だ。スタンドアロンこそがクラッカーに対する究極のセキュリティだから。もっとも、そんな重要なシステムを便利だからという理由でうっかりインターネットとかにつなげてしまうトンチキもいるみたいだな。とにかく奴ら、ことを起こすギリギリの時までそういったところに潜んでいるつもりなのかもしれない。で、ヒーが妙だと思ったことって？見ろ。これのどこが妙なのさ。いいか、これが今現在の映像だ。そしてこれが昨日の映像。一昨日の映像。4日前。5日前。6日前。これは
そんな、いくらなんでもこれは異常だ。満月期が長すぎる。これはひょっとしたら。そうだ、普通じゃない。だがこれは何かまともじゃない事態が進行している現れだと思えないか。どういう意味だ。以前にもこれと似たような常識では考えられない怪現象が起こったことがあっただろう。まさか。そうだ、2032年4月26日午前0時12分あの月食の発生と同時にネット中をシステム異常が駆け巡った。不可解極まりない暴走と沈黙。さまざまな憶測が飛び交ったけど、結局原因はわからないままらしいね。あの時まだ俺はネットの中をさまよううつろなプログラムに過ぎなかった。意識のない幽体と言えるような。条件反射的に他律行動を繰り返すだけの存在だった。そして例の月食の時間、俺は何者かと戦っていた。得体の知れない化け物。細部は思い出せない。ただ遠くから眺めたような漠然としたイメージ。近づくと消える蜃気楼みたいに思い出そうとするたび、俺の脳裏から失われてしまう。その時負った傷によるものなのか、精神的な防衛本能なのか。どうしてそんな奴と。俺は誰かを守ってた。よく知ってる誰かを。かすかに残っている記憶によれば、俺はその誰かを守りきることには成功したものの、戦いそのものには敗れ甚大なダメージを負ってしまったようだ。バラバラの断片と化し、ネットの海を漂っていたのをかすかに覚えている。そんな時だ、俺がそれを察知したのは。ネットの中、つまりサイバースペースが何か全く別のものに生まれ変わってしまっていることに。別のもの？そうだ、例えるならどこか違う次元の異世界と入れ替わってしまったようだ。おそらく月食の時の謎のシステム異常、あれが発端なのだろう。いや、あるいは異常動作そのものがサイバースペースの総転移現象による症状の一つなのかもな。
キーが言いたいことって。なあ、そうだ。ひょっとしたら、今度はこのリアルスペースとサイバースペースとが相転移しようとしているのかもしれない。つまり、ずっと満月が続いているのも、その前兆のようなもので。まさか、この傷も？だろうな。今や、リアルスペースとサイバースペースは、境目が曖昧になっていると考えた方がいい。サイバースペースで起こったことは、リアルスペースにも。リアルスペースで起こったことは、サイバースペースにも影響を与えるのだろう。仮想世界が、現実を侵食してる。そういうことになるな。真実とは何だ？僕は何を見てる？僕はどこにいる？なあ、ひなた。君が見ているものが真実かどうか、それは確かか？視覚をどこまで信用できる？目の錯覚やトリックアートはなぜ成立する？メビウスの輪、クラインの壺、ペンローズの三角形、エッシャーの階段。君が見ている赤は、他人には赤という名の青かもしれないのにな。だとしたら、何を信じればいい？君が心から信じられるもの。それを、ただひたすら信じ続けるのさ。Thank you.
Thank you.
今ではサロス周期の発見によって数年ごとにやってくる天体イベントとして親しまれています。次の月食は今年の10月。サロス周期、2032年10月の時刻は午前4時1分。そうだったのね。
我わらべの。そこで女の子が。ちゃんとってどこに行ってたんですか？あ、まあわかるだろう、燃料補給さ、ニコチンが切れたんでね。あ、そう、燃費の悪いことで。ほっとけ。ところで、あの留守中のメッセージなんとかなりません？先生とキャラが違いすぎるんですけど。
普段の口調のまま吹き込んだら反感を買うだろ。だから精一杯可愛く演じてみた。割と自信あったんだがな。反感買う以前に気持ち悪いです。うん、そうなのか。あ、いや、ところで、ご用は何だったかな？あ、はい。なるほど。熱はないな。ええ。だから薬とかはいらないんです。早退の許可が欲しいだけで。はあ、君でもう13人目かな。何がです？早退願い。それ以外にも今日はやたら気分が優れない生徒が多い。その対応に追われて忙しかったから、昼にちょっと長めの休憩を取ってたんだ。言い訳しなくてもいいですよ。先生はタバコを吸いに出かけたら、いつもすぐには帰っては来ないじゃないですか。学校側がこの部屋での喫煙を許してくれさえしたらな。あるいはせめて購買にタバコの自販機を置いてくれたら。ブルーマンデーといっても少し数が多すぎる。昨夜月食だったからかな。僕らはコンピューターじゃありません。そこだよ、そこ。むしろ月が人間の心身に影響を及ぼすのは不思議じゃない。それがなぜコンピューターネットワークにまでエラーを引き起こすのか。心身に影響って、満月に狼男がどうのって、そういう話ですか？そんなの迷信に決まってるじゃないですか。なんだか先生らしくないです。おいおい、ひなた、迷信という言葉に騙されて真実を切り捨ててちゃ立派な科学者にはなれないぞ。だいたい君は物理は得意じゃなかったのか？え？君らしくないな。月食とは月と地球がどんな時に起きる現象だったかな。あ、まさか超積力のことじゃ。ご名答。だんだん分かってきたようだね。うんうん、優秀優秀。さすが私が見込んだだけはある。見込んだって、ひいきはいけませんよ先生。虐げられるより全然いいじゃないか。私は授業を受け持ってるわけじゃないし、保健室によく来る生徒と仲良くなるのはこれ必然。相変わらずだな。でも潮汐力、つまり月の引力は人体に影響を及ぼすには微弱すぎるでしょう。重力は4つの力のうち最も微弱なものだし。しかし最も遠くまで届く力でもある。君はどうやらバイオタイド理論を知らないようだね。バイオタイド？
生物学的な潮汐？だったら新月と満月では同じ結果が出ないとおかしくないですか？あとはやはり視覚が及ぼす心理学的な効果だろうな。月が満ちていくのを見ると精神的にも充実していくし、欠けていくと気力が落ちてくる。だったら曇りや雨の日はどうするんですか？さっきも言ったように人体は潮汐力によって直接影響を受けている。仮に天空に月が見えなくとも、人間の細胞は今が満月か新月か分かってるんだよ。そうやった。月の満ち欠けサイクルは人間の体にしっかり刻み込まれているから、私たちは心の目で月を見ることができる。でも今言ってるのは普通の満月や新月の話ですよね。ああそうだ。だが月食が満月の時にしか起きないことは君だって知ってるだろ。太陽を覆い隠した地球の影がちょうど月を覆ってしまう角度、確かに月食は満月、日食は新月以外では起こらない。だとすると、丸く輝いているべき月が見る間に新月のように欠けていって、最後は血に染まったように赤くなる。これは満月と新月が一緒に来た以上のインパクトだろう。その情報は僕らを構成する細胞の一つ一つに伝播されていった。ああ、新月期には生命力が減退する。まるで月に惹かれるように自殺に導かれることもある。先生。ああ、おかしいな。そうだな。ところで何の話だったっけ？バイオ態度、先生はそうおっしゃってました。その理論で言うと満月はどうなるんですか？ああ、逆に満月は生命力をかきたてる。だがそれが負のファクターとして働けば、ヒステリー気味で怒りっぽい人は自分を見失い、事故や暴力犯罪につながる。じゃあ先生は気をつけないと。ほっときたまえ。
ああ、あと満月期の副作用として神経や筋肉が緊張することによって頭痛や肩こりが起きやすくなるんだ。頭痛が？私もこの華奢な肩が張って張って。華奢って、それは月のせいじゃなく年のせいでしょ。ほほう、いい度胸だ、青い日向くん。あ、はい。弥生の顔も三度までっていうことわざ知らないのかな。うわ、本当に凶暴化した。あ、じゃあ僕気分が優れないので、あ、失礼します。おい、ひなた、目をかけられてる分ちゃんと肩揉んでいきなさいよ。かつては鬼さえも斬ったこの刃、受けてみよう。どこを見てる？あ、すいません。生きてることを私の腕に感謝するのだな。あ、はい。それはそうと。あれ？どうした？ひなた。あそこにある本は何ですか？メソポタミアやバビロニアの神話に関する本だな。バビロニア？聞いたことがないのか？そんな、もちろん知ってますよ。世界史の最初、古代文明のあたりで習いました。聖書でもバベルの塔とか出てくるはず。
そう。メソポタミアはだいたい今のイラクに相当する地域だ。その南部がバビロニアと呼ばれる。つまりはそこで成立した神話のことだよ。先生は神話にも興味があったんですね。まあ、ちょっと気になることもあったんでね。気になること？知りたいか？それなら、バビロニア神話の概要を知る必要がある。そういうのには疎いんです。そうか？結構面白いぞ。バビロニアは、日本と同じように多神教世界で神々を総称してアヌンナキという。神々の父の名がアヌだからだ。アヌンナキの統率者アヌは天空神。その息子のエンリルは中空を支配する嵐の神で、表立つことのないアヌに代わり、その権力を執行する。天と空と、だったら人間の住む地上は誰の管轄なんですか？エンリルの息子にして水の神のエア、知恵の神とも呼ばれる。創世神話はこの御柱を軸として展開するんだ。なるほど。うん、手が止まってるな。ああ、すいません。素直でよろしい。きっこー。先生、凝りすぎです。私は繊細なんだ。でった。あ、はい。エンリルは多くの神々をなし、世界創造の仕事に着手させた。だが、その仕事量があまりにも膨大だったので、子供たちはストライキを起こした。神々でもストなんかするんですか？労働組合とかないんですか？不当な扱いを受け続ければ、誰だって抵抗くらいするだろう。だが、生みの親であるエンリルは、その犯行に怒り狂った。強量ですね。ありていに言えばわがまま。神なんてそんなもんだ。まあ、そこでアヌンナキは、この混乱を鎮めるため、労働を代行する存在を作り出すという裁決を下した。それに従って、エアが知恵を出して作ったのが、私たち人間だ。人間は、たちまち数を増やし、勤勉に働いたので、神々は満足した。それで万事解決したとは思えないんですが。そうだな。今度は人間の過剰な生産活動によって、神々はその眠りを妨げられるようになった。人間なんて、そんなものかもしれません。そこでエンリルは、神々の会議を招集し、人間に罰を与えようと主張した。相変わらず無茶苦茶なんですね。多神教における神々は、神羅万象の象徴だからな。嵐とか雷とかの自然現象に文句を言っても始まらない。そういうことだ。そこ、もう少し強く頼む。とりあえず今の僕は、弥生先生の下僕のようですね。じゃあ、こうですか？そうそう、って、止めますよ。なんでだ？気持ちよさと感謝の念を全身で表現してるつもりなのだが。しなくていいです。
それで人類はエンリルにどんな逆恨みの罰を受けたんですか？ほう、神話も面白かろう。いいから先を続けてくださいよ。わかった。さて、会議での決定通り、神々は干ばつや強風を起こし人間を滅ぼそうとした。だがエアだけは飲み水を与えたりと災害支援を続けたため、人間はかろうじて生き延びることができた。そんなことしてエアは大丈夫だったんですか？そうはいかない。呪いをかけられ、以降神々の決定に反対できないようにされた。その上で人間を滅ぼすための大洪水を起こすことも命じられた。大洪水って聖書にある話と一緒ですね。そうだな。大洪水の神話は世界各地に伝わっているが、聖書の記述は明らかにこのバビロニアの創世神話を元にしている。バイブルよりも古い神話。他にも世界各地で大洪水の伝承が残っている。もしかしたら太古、世界のどこかでつながっていたのかもしれない。まあ話を戻すと、それでもエアは断固として洪水を起こすことを拒否したので、エンリル自身がその役割を担った。その間際、エアは自分の信者の中で最も賢き者に大洪水の予言をし、対処法を授けた。しかし人間が絶滅しなかったことを知ったエンリルは怒り狂って父なるアヌに訴えた。ところがアヌはエアの行動を支持したんだ。それでアヌンナキはエアの呪いを解き、再び人間を増やすことに決めたんだ。それ以来今まで人類は数を増やし続けている。なるほど。もうそろそろいいですか？いや、もうちょっと。先生の方どれだけ凝ってるんですか？いっぱい。とりあえずその上で、そこから少し左、そうそう、そこそこ。もうきちんと揉んで欲しかったら変な強制あげないでくださいね。わかってるって。あはー。僕、帰ります。あ、ひなた、眠れないときは無理に眠ろうとしなくていい。体を休めてるだけでも十分効果があるから。眠れるときだけ眠ればいいんだから。お大事に。ありがとうございます。顔色はいいみたいね、青いひなたくん。うわっ、サクヤ。うわじゃないわよ。この密室で弥生先生と一体何をやってたのよ。
何もしてないよ。ただ肩を揉んであげてただけだよ。ひみつのいいこと。え、そんな。先生は黙っててください。話がややこしくなるだけだから。生徒同士仲良くな。それとあんまり仲良くしすぎて困った事態を引き起こさないように。弥生先生。うーん、怖い怖い。さっきはあんなに優しかったのに。日向くんのいけずな。なんだよ、疑うのか。まあ、日向にそんな度胸はないだろうしね。信じてあげるわ。いや、度胸とかそういう問題じゃなくて、人間にはやっていいことといけないことがあるだろう。ほうほう、じゃあ約束をすっぽかすのは人間としてやっていい行為なんでしょうか。答えなさい、教科学園高等部1年1組、青井日向くん。あ、約束って、いってて。いいから、とっとと学食来る。もう、昼休み終わっちゃうでしょ。あれは勝手に咲夜が、って、もう耳離せよ。自分で歩けるから、いってて。この様子じゃ、ひなたがウサギに変身するのも遠い将来の話じゃなさそうね。ということは、まさか。父さん。日向か。まさか、こんな時間に帰ってきてるなんてね。空き巣にピックロックされたかと思った。入り口も鍵開きっぱなしだったし。ああ、そうか。すまんな。母さんの見舞いに行ってきたよ。でも今日は仕事はどうしたの？明日から出張でしばらく帰れない。だから今日は早上がりしてきた。ああ、そうなんだ。うん。飲むだろ？
そんなことより、どうだったのさ。ん？ああ、よくなってるさ、だんだんと。部屋に行ってるよ。まあ待ちなさい。学校で何か変わったことは起きていないか。変わったこと？そうだな、例えば体調不調を訴える生徒が増えているとか。え？はあ、君でもう13人目かな。何がです？早退願い。それ以外にも今日はやたら気分が優れない生徒が多い。何を言ってるのさ。そんなことあるわけないじゃない。そうか、それならいいんだ。きっと思い過ごしだろう。もし困ったことになったら天音先生に相談しなさい。いいね。興味ないんだ。私としてはさ、なんかもうちょっとこう本当っぽい話、そういう話を聞きたいわけ。ふふーん、サクちゃんの心にはたった一人の人しかいないんでしょう。ちょっと、またそういう話はやめてよ。くぬくぬ、にくいね。だから違うんだってば。何が違うのよ。昨日も一緒に仲良くご飯食べてる姿見たんだからね。それに今日も、それは日向が家で何にも食べてないから幼馴染としては不憫に思って。幼馴染としてはね。何よ、文句ある？
私もサクちゃんみたいな幼馴染が欲しいよ。お嫁に来て。じゃあミドリンがちゃんと稼いで私のこと養ってくれる？いや、結婚とかそういうのまだ早いと思うな。僕たち交際してまだ間がないし、もっとゆっくりお互いを知り合ってからにしようよ。はいはい。昨日の続きだけどさ。何？あの事件は世を憂う老人の仕業やとか、またそういう話か？それじゃあ水戸のご老公じゃないかよ。そうじゃなくて、とある某有名企業の工作員がやったってのが、ここ最近の情報では最も確率が高い線らしい。お前も暇やな。ネットでそういうとこばっか見てんの？それはいいとして、ところでドローって何よ？うわ、お前バビロン入ったの昨日やろ？何そんなディープな話題してるん？いや、うろうろしてたら路地裏に迷い込んでさ、 PK に狙われるかってビビったんだけど、なんていうのあれ、妖精フェアリー？レムちゃん来たー。そうそう、レムって言ってた。そのレムちゃんに導かれて生還できたわけなんだけど、そしたら変な連中が寄ってきて、ドローに入らないかって。うわ、恨めやしい、あやかりたい。もしかしてこれってやっぱレアイベントなわけ？レアもレア、もう煽ったってなかなか会えへん。レムちゃんにお前そんなすんなり会えるなんて、お前ビーナーズラックもええとこや。くそー。いや、だからドローって何なのよ。手っ取り早く言えばレムちゃん非公認のファンクラブってとこかな。あー、なるほど。くそー、恨めやしいな。いってってって。
昨夜はどうしてそこまで。死んだはずじゃないか。ずいぶんうなされてたね。サクヤ。はいはい、みんなのアイドルサクちゃんです。ここは。あらら、まだ夢と現実の区別がついてないのかな。なんだって。痛いじゃない、いきなり起き上がらないでよ。だってそんな。もしかして。ん？ああ、ほら、ひなたが疲れたよ、ちょっと休みたいって言ってたから木陰に行くことにしたんじゃない。もしかして今まで昨夜は。人はなぜ神話なんて読むんですか。所詮は作り話でしかないのに。歴史を人間の人生に例えるなら、神話とはその人間の背景にあるもの。心理学的に言うならば深層意識だ。歴史の深層意識。そう、人類全体に共通する集合的無意識。神話を理解しなければ歴史は同じ過ちを繰り返すだろう。自分の深層意識を正面から見ないものと同じようにね。先生、またバビロニアの話を聞かせてもらえませんか。分かった。じゃあ本題の前振りということで、少し前の話を続けてみよう。メソポタミアやバビロニアは時代によって勢力の強かった地域が異なり、その4つの時代区分はその地域の名から取られている。湾岸に近い都市国家時代のシュメール、上流で統一国家を成したアッカド、さらに北部で強力な帝国を築いたアッシリア、その遺発を継いだ新バビロニアだ。なんでバビロニアだけが新なんですか。ああ、それはアッカドが子バビロニアとも呼ばれてるからさ。両者の支配領域は似ていた。そしてアッカドには有名な創世神話がある。エヌマエリシュという叙事詩の主役はマルドゥークという風を操る神だ。風ですか。風は中空のエンリルの属性じゃなかったですか。エンリルはシュメールの出身だ。
この神話では後任のマルドゥークに全権を引き渡している。マルドゥークはアッカドの首都バビロンの守護者だからだ。え、それってアッカドがシュメールを支配したから主神の座も交代したっていう風に聞こえるんですが。ご名答。神話は歴史に基づいているのさ。ちなみにアッカドがシュメールを併合したことによりこの2つの地域を合わせてバビロニアと呼ぶようになった。洪水から人間を救ったエアはどうなったんですか？エアは創造神アヌの子、そしてマルドゥークはエアの子とされた。だから神話でも優遇されているかな。エアは淡水の神アプスを殺しその力を奪っている。マルドゥークの方はアプスの妻にして塩水の女神ティアマトを殺した。この功績によって神々の王となったんだ。先に淡水を、次に塩水を打ち破ったんですよね。それは上流のアッカドが湾岸のシュメル方向に順次勢力を広げ平凡したことを意味しているのでは？そう考える者もいる。考古学的な発掘が全てをはっきりさせてくれるだろうが、昔から中東は戦争が絶えなくてね、なかなか難しいよ。ちなみにマルドゥークの息子の名はナブー。魔術を司る初期の神で、だいぶ後の時代になるがやはり最高神となったこともあった。マルドゥークもずっと頂点にいることはできなかった。アッシリア時代では先の神話のマルドゥークの名は消され、代わりにアッシュールと書き込まれた。それはアッシリアの首都名であり主神の名でもある。その後占星術に長けたカルデア人が新バビロニアを拡大させ、結局アッシリアを飲み込んでしまった。栄枯盛衰ですね。このアッシュール、後にメソポタミア全土を掌握したササン朝ペルシアの主神アフラマズダーと同系の太陽神だ。両者ともマークが同じ有翼日輪だからね。翼が生えた太陽の図案ですね。翼は皆既日食の時に見えるコロナを視覚化したものともされているがね。ところがこの神々は日本とも決して無関係じゃない。え？インドの火と正義の神アスラは漢字に訳されてアシュラとなった。これもアシュルと同系の神だ。密教の主神大日如来、これがまたアシュラ王なんだよ。大日如来ってあの奈良の大仏とかですよね。そうだ。だから私たち日本人の深層意識を知る上でもバビロニアの神話は欠かせないということができる。まさかそんなことがあったとは。本当に大事なことは目には見えない。そうですね。人類史の深層意識に迫ったところで、今度は君の深層意識に立ち向かってみるとしようか。心の中に溜まってることを話してくれるんじゃなかったか？私だけ喋りっぱなしってのもフェアじゃないと思うがね。
僕はシスコンなんでしょうか。シスターコンプレックスのことか。ああそうだ。どうした。単刀直入にして生徒のトラウマに何の配慮もないご意見ありがとうございました。意見じゃない、これは行為としての診断、いわば事実だ。そろそろ君は目を覚ますべきだな。目を？きちんと目覚めていないからこそきちんと眠れもしない。不眠症の原因は一つ、君の罪悪感だ。それがわからないほど君は愚鈍じゃない。ただ分かりたくないだけ。そうだろ。ほら、その頭痛が何よりの証拠だ。君の場合、現実認識が自分のアイデンティティとぶつかった時、頭痛という症状として顕在化する。違うか？そうかもしれない。泣きたい時には泣けばいい。それが健康ということだ。眠りたい時に眠ればいいのと同じようにね。やよい先生。はいはい、今だけだからね、少年。こんなとこでもナンパなんかしてるわけね。昨夜どうしてここが。どうしてもこうしても偶然通りかかっただけ。あんた今日も勝手に早退したでしょ。勝手じゃないよ、ちゃんと弥生先生に許可もらったし。あのね、まさか、そんな風に見える？わかんない。あらら。でも、同じウサギさんだから、このお姉さんも好き。あそっか。いいよね、ウサギさんカット。ああいうのいいよね。まあ憧れちゃうな。そういえばこの公園だったよね。懐かしいな。ん？何が。ムツキちゃんによくアリスごっこしようってせがまれたの。何それ。ほらムツキちゃん、不思議の国のアリスが大好きだったでしょ。
今の女の子とウサギを見たら思い出しちゃったんだけど。ウサギになって遅れちゃう遅れちゃうって言いながら逃げて、もう一人がアリスになってウサギさんを捕まえるんだよ。それってただの二人鬼ごっこじゃない？違う違う、基本はかくれんぼの方だよ。アリスの姿が見えなくなったらウサギは隠れていいんだ。相手を捕まえるか見つけるかしたら必ず問答をするの。なぞなぞでもいいんだけど、それにアリスが答えられなかったらウサギはまた逃げられる。もう一つ普通のかくれんぼと違う点は、隠れる方ウサギがアリスを驚かすこともできるの。この場合ウサギが問答を仕掛けるんだ。そうだったかな、よく覚えてないや。そうだ、もう一回やってみればいいんだよ。え？私がウサギ、ひなたはアリスね。逃げていい範囲は公園内で。ちょっと、それじゃあ懐中時計を取り出して。これで準備完了、行くよ。おい、何もやるなんて。用意ドン。もう遅れちゃう遅れちゃう。ほら、ぼーっとしてないでよ。置いていっちゃうよ。待て、サクヤ。うん、早くしないと先に行っちゃうからね。じゃダメだよ。アリスを見つけたのは私だから問題を出します。ウサギさんってなんだ。なんだそれ。
正解はそんなもんいないだ。ブッブー、正解はウサギ肉。葉っぱの伸びる様子がウサギの耳のようだからそう名付けられたんだよ。っていうか、それってただの雑学クイズじゃないか。じゃあ10数えるまでそこ動かないでね。あー、遅れちゃう遅れちゃう。なあ、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。よし、今度こそ。もう勘弁してくれないか。仕方ないな。君は確か、あなた1年1組の青井日向くんに間違いないわね。そうだけど、って、あ！あんた昨日の失礼で気が利かなくてレディーへのデリカシーがないあの子。君はさっき僕とぶつかって ID カードを落としたユミ。あ、いや、確か。やっぱりあんたが持ってたのね。あ、ちょっと待って。
君は篠塚真由美だ。違うわよ。え、でもここに。ひなたは、むつきちゃんが竹取物語のかぐや姫のように、月からやってきた特別な人間とでも思ってるの？だから月へ帰ったとでも？そんなわけないよ。僕と一緒に生まれ、一緒に育ったんだから。それなら必ず見つかる。見つけられるよ。なんだか言ってることがむちゃくちゃな気がするんだけど。こういうのは意気込みが大事なの。そうかな。いい？ムツキちゃんは私にとっても幼馴染なの。親友なの。だから私はこの連休中、ムツキちゃんを探すから。急にそんなこと言われても、どうやった？どうやってでも！こうなったら、目的のためには手段は選ばないわ。サク、顔が怖い。いいの、決めたから。だからひなたは協力してくれるんだよね。うん、当然だよね。血を分けたお兄ちゃんだもんね。わあ、ありがとう！え、あ、それは、その…じゃあ、そういうことで。
君は、ユミは本好きなんだね。はい、そうですね。好きです。それが今読んでる本？はい。っていうか、読み終えたんで返しに来たんです。ずいぶん分厚いな。かつての、そして未来の王か。そうなんです。あのトーマス・マロリー卿の古典的名作、アーサーの死を保管するように書かれたアーサー大物の傑作なんですよ。ああ、そうなの。そこに出てくる宮廷魔術師は、未来から過去に向かって時間を逆に生きてるんです。時間を逆に？はい、だから未来のことを予言できるんです。それは彼にとっては過去だから。そしてアーサー王に未来について助言するんですよ。それはより悪い未来を避けてより良い未来を選ばせるために？そうです。すごいな。ひなたくんも読んだんですか？いや、読んでないよ。ただ…ただ？とりあえず、ムツキちゃんの失踪がバビロンに関係してるんだとしたら、このバビロニアの神話伝説からチェックしてみるといいんじゃないかな。あ、だからオリエントの神話なのか。うん、そうだけど。サクヤ、貸して。あ、神はシュメールでは何なる、または何なと呼ばれていた。意味は輝くものである。ん？あれ？気づいちゃった？確か、昨夜のウサギの名前って…ナナ。そうよ。何なるから取ったの。でも呼びにくいから短くしてナナ。いいなでしょ？
7。じゃあ、昨夜は最初からバビロニアやシュメールの神話のことを知ってたの？正確に言うと、なんとなく覚えてたの。シャムシュって何度か聞いたことがあるなって。え、そうなの？うちのお父さん、私が小さい頃からシャマシュとかイシュタルとか、そういう名前をよく口にしてたんだ。今思えば、全部バビロニアの神の名だったのよね。なんで川原のおじさんが？なんだか仕事に関係してたみたい。同僚のハンドルとかだったかな。その時、確かにシンっていう名前も聞いた気がする。サクヤ、そんな大事なこと、なんで今まで黙ってたの？だから、なんとなくでしか覚えてないのよ。5歳ぐらいの時、私事故に遭ったでしょ？そのせいで記憶が少しおかしいの。それは今でもそうだから。そうなのか。こんな時間、ここへ来たの初めてかも。僕は、作業したからいいわね、この開放感。うん、だから僕はいつもここに来るんだ。気持ちはわかるけどね。じゃあそろそろ。どうしたの？事件はこのままでは済まない。それでもいいのか？私は抜けた身だ。なのになぜこだわるんだ？私も、我々を見捨てたあなたに接触する気などなかった。だが事態は急を要する。これは私の管理責任だ。だから私がきっちり落とし前をつける。だがアヌにも、やるべきことがあるはず。なんでそうなるのよ。私が追ってる線。それはあなたの生徒の自殺につながっている。何ですって？それはどういうことなの？
あれは偶然ネットでの接触によって喚起された程度のものではない。裏がある。あの人って？あなたは何をどこまで知っているの？今日はとある目的のために立ち寄った。私の要件は済んだ。警告はしたからな、アヌ。待ちなさい。私はあなたの造反を許したわけではない。それを忘れるな。強情だな。先生はムツキの居場所を知ってるんじゃないですか？いや、知らない。本当ですか？ああ、少なくとも現在はわからない。そんな、だったら知っている人とか手がかりになることだけでもいいから教えてください。ありがとう、サクヤ。おかげで少し心が軽くなったよ。え、うん。とすれば。ああ、少なくとも現在はわからない。やっぱりバビロンに何か僕たちの知らない秘密が隠されてるみたいだ。そうだよね。この一致は偶然と思えないもん。何かいろんな筋道が見えてきた。まだまだ先は長いかもしれないけど。ウサギ好きなのはわかるけど、なんでそこまでこだわるの？ね、幸せを運んでくれるかもしれないから。なんでよ。ヒナタは稲葉の白ウサギの話は知らないの？それって確かワニだかサメだかを騙して海を渡ったけど、最後に嘘だとバレて生皮を剥がされちゃったウサギの話だよね。そうなんだけど、それには続きがあるの。へえ、そうなんだ。全身痛くて苦しんでいたところ、後に出雲の大国主となる神が治療してくれたので、ウサギはあなたが天下を取るでしょうという予言をしたの。なるほどね。その予言に従って大国主は冥界へ行き、ただ生還するだけでなく、魔法のアイテムや愛する奥さんまで見つけてきたの。だから、ん？だから何？うん、いいの。
病人は寝てなさい。うん、そうする。はいはい、さくやちゃん特製の風邪によく効くお薬ですよ。何これは。へへ、ちゃんとつぼみから摘んでベランダで日に干してから煎じたんだよ。だから何。紫爪草のハーブティー、紫爪草の蜂蜜も入れてあるの。紫爪草。そう、きっとこれで風邪なんて吹き飛んじゃうよ。うん。かしら。はあ、眠いや。ふわふわの雲の絨毯で浮かんでる気がする。そっか。何のお構いもできずにごめん。僕にはまだ睡眠が必要なようだ。睡眠が一番のお薬ですから。じゃあまた明日様子を見に来るね。喋らへんし超強いしいいかと思った。ならば問いを変えましょう。シャマシの姿をしたあなたは一体何者なのですか。なぜそんなことにこだわる。正体を隠して近づく者はこのバビロンに対する潜在的な危険だと判断いたしますね。知りたいことがある。それを教えてくれさえすれば、このバビロンをどうこうするつもりは毛頭ない。私たちイドクの拠点にまでわざわざ足を運ばねばならないほどの質問とは一体何ですか。人を探している。もしかしたらこのバビロン、あるいはこのジクラトにいるかもしれない。そうでなくとも手がかりくらいはあるだろう。いいです。ではその人の名をおっしゃってください。太陽の神シャマシが対となる天空の月を探している。これ以上明確な質問があるだろうか。そんなものはここにはおりません。
今日はとある目的のために立ち寄った。私の要件は済んだ。警告はしたからな、アヌ。アヌがバビロンを構築し、エアが色をつけ、エンリルがそれを進化させ開拓なさった。しかし変わらぬ加護を与えてくださるのはエンリル様も。エア、なぜ真のことを隠す？私は別に。悪いが、管理者用のサーチエンジンを貸してもらう。できないという道理はあるまい。
それで結局緑も吉田君も見つかっ、一人がウサギになって遅れちゃう遅れちゃうって言いながら逃げて、もう一人がアリスになってウサギさんを捕まえるんだよ。さよならは言わない。お前は。
お前も今宵導かれたのか。育児なしだったお前がここまで来れた、それは評価してやろう。だが、お前はムツキのためにはならん。よって排除する。ひけしゃしゃと、お前が妹を監禁してるんだろ。さあ妹、ムツキを返せ。くだらん兄のエゴだ。彼女は自らの意志で私のところ、つまりはバビロンにとどまったんだ。だったらムツキはなぜ僕に助けを求めてきたんだ。お前がちゃんと妹を守れていないからじゃないか。なんだと。ひなた、つかさ、無益な争いはやめなさい。ムツキちゃんだって喜ばないわよ。弥生先生、お前まで私の邪魔をしようというのか。ここで少年の血を流すことに何の意味があるの。私とシン、ムツキの理想の邪魔になる。障害は取り除かなくてはならない。それだけだ。二人とも何か誤解をしてるのよ。ちゃんと話し合えば分かり合えるはずだわ。そんな時間はない。交渉決裂だな。我が理想に逆らわば、たとえ神であっても斬る。つまりはエアと同じようにな。え？エア？メグと同じ？アヌンナキ解散後、エア、ワダツミメグミに再建の協力を頼んだのだが、彼女はあくまで独自の道を進もうとした。そして私のやり方を頭から批判した。そんな、メグは、エクサークに殺されたんじゃなかったの？エアは私の腕の中で息を引き取ったよ。もう少しだけ頭が柔らかければ、あんなことにはならなかったものを。私も残念だ。そんな、メグを、司が。一度仲間を切ったこの身、もはやためらいなど存在せぬわ。
邪魔をするな！先生！これで終わりだ！苦しいか？安心しろ。すぐに楽になる。うわThank you.